本田圭佑選手が移籍期間決まるべきではないと言ったらつぶやいてますけど、どう思いますか。移籍期間決めない弊害について話してたんなら、あ、確かにそのやり方があったっていうふうに本田さんに同意になるんですけど、普通に思ったのはクラシコあります、前日にエース移籍しましたって話変わってくるんじゃんみたいな。移籍期間があってそこでチーム作りましょう、はいシーズンです。だから実際はシーズン始まる前に移籍期間終わるのが一番僕はいいと思ってるんですけどね。シーズン中と移籍期間分けるとか、あとラリーガのさ、あの怪我人出た時同リーグ内だったら移籍 OK、 あれ最悪のルールだと思ってるんで、あれのせいであれ、あのブライス・ウェイト、バルサン取られたチームとかレガネスか降格とかしてんじゃん。不公平出ちゃうっていうか、結局ピッチ上の戦いの要素がもっと減る。だって移籍決まってるけど、例えばバルサがもうレアルの選手取れる、レアルがバルサの選手取れるってなった時にクラシコ直前に移籍させた方が有利だからね。急にレバンドスキーマドリー行ったりとか、急にビニシウスがバルサ行ったりとか、テアシュテーゲンマドリー行ったりとかしたらさ、もう話変わってくるじゃん。っていうところをちゃんと、そこのリスクとかそこの強ざめ感っていうのをリスクヘッジできるんだったら本田さんの案いいと思いますね。それがないんだったらちゃんと移籍期間っていうのは僕なきゃいけないんじゃないかなって現状の考えだと思いますね。Thank you.